勝手に肘が曲がらないでピンと伸びてる感じになるだけなんだそうですね。はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。ある動画を見てですね、自分もこういうスイングしてみたいなと思って動画を見ながら練習してきた模様です。その動画っていうのは、 シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフっていう YouTube チャンネルの中の動画なんですよ。究極のオンプレーンっていう動画ね。タイトルは、こりゃ曲がらん。私の理想のスイングのコーチのレッスンっていう、そういう動画なんですけども、まあ、ヨーロッパツアーの2日目の結果の解説やってる動画でも言ったんですけども、あの、古江彩香ちゃんね、あの、エッティの曲がらないスイング。 まあ、クラブを低い位置から下ろしてくるシャローのスイングね。このシャロースイングを解説している動画っていうのは他にもいろいろあるんですけども、一番わかりやすかったなっていう動画だったんですね。まあ、その動画を見ながら、まあ、オンプレイにどうやって乗せたらいいのかなと。まあ、アマチュアには難しいと思ってたんですけども、でもかっこいいからやってみたいなということで練習してきました。で、動画で説明していたのは、まず最初に、 スティープとシャローの違いっていうね。スティープっていうのはカット軌道になっちゃう。アウトサイドインカット軌道になっちゃうっていうスティープとあとインサイドから入るね。低い位置からインサイドに入るシャローのスイングの違いっていうのをまず説明してたんですね。シャローイングっていうのは何かっていうと、クラブを切り返した時にですね。 左腕が地面と平行になったぐらいの時に、こう、クラブヘッドが背中側に大きく倒れているっていう動きですね。で、低い位置からインサイドから入って、まあ、ドローボールが打てるよと。まあ、シャロースイングの方がインパクトまでの、まあ、シンプルなスイングになって、インサイドからクラブが入るっていうことでね、ボールを捕まえやすくなるっていうふうに言われていますけども、レッスンでは、あの、 まあ私が習ってるね、あのー、レッスンでは、シャローっていう言葉は使わないです。あの初心者の生徒さんもいるんで、私が習ってるコーチはそういう難しい言葉一切使わないですね。はい。まあ、あのー、難しい言葉をカッコつけて使ってもいいんだけど、わかるから使ってもいいんだけど、初心者の人にね、あのー、やめられちゃったら困るから、まあ難しい言葉は使わないで、わかりやすい言葉で説明してるっていうふうに言ってましたね。 まあ言ってることは、あの、シャローのことなんだと思います。あの、言ってる言葉はシャローとは言ってないですけどね。私が習ってるコーチもそういうふうに言ってましたね。バックスイングで手元が遠いと、まあインサイドから入るんだけど、手元が近くなっちゃうと、後ろから見るとシャローに見えるんだけど、カット軌道になっちゃうよっていうふうに説明してみましたね。動画ではね。まあ、 手を上げる人は手元を遠くにするとカット軌道が治りそうだなと。あの、クラブを手で持ち上げてひょいっと上げちゃう人ね。体を回さずに手で上げる。あの、俺は手打ち治らないんだとかって言わないでね。まあ、体を回しながら上げるじゃなくて手で上げちゃう、ひょいっと上げちゃう人は手を遠くにするとカット軌道が治りそうだなっていうふうに思いましたね。ちょっとやってみるといいと思いますよ。で、 手が遠いと、どういう風うになるかっていうと、右手が、背屈するんですよね。あの、昔で言う、こう、出前持ちみたいなね。まあ、あの、映画で言うと、こう、スパイダーマンみたいな。シュみたいなね。<laughs> あの、そういう感じの、あの、形になるじゃないですか。手元が遠いとね。だけど、でも手元が近くなっちゃうと、まあ、どうしてもシャローにならない。 シャローにするにはどうしたらいいかっていうと、あの、左骨盤を下げるといいですよっていうふうに言ってましたね。左骨盤が高いとこう伸び上がっちゃう。腰を水平に回転させるっていう人はね、一生こう、左骨盤は下がらないですよね。なので、まあなんとか、あの、水平にこう回るっていうふうにしないでね、きちっとこう前傾角度の状態を保ったまま回転させるようにした方がいいかなと。 思いますけども。まあ、そういうふうに、こう、やろうと思わなくてもね、できるような説明をしてましたので、ね、ちょっと続けますね。あの、シャローに、うん、振るための、こう、構え方っていう説明もしてました。構え方、アドレスなんですけども、左脇で、こう、左手のグリップを決めた方がいいって言ってましたね。左手とグリップ、あの、クラブが、もう一直線になるような感じ。まずそこから握って、 で、そこに右手を持ってくる。もう下からこう当てがうような感じで持ってくる。そういうグリップの作り方をするといい感じになるよと言ってました。で、肘の内側が前を向いてるような感じね。なので、まあ、肘がこう自分の胸につくような感じで、まあ、ドレスするといいですよと。 言ってましたね。まあ、なかなかこう、いろんなプロゴルファー見てると、まあタイガーなんかもそうだけど、そういう風になってるもんね、やっぱりね。アドレスがかっこいい人ってそうなってますよね、やっぱり。で、まあ、左に引っ掛けるのを直す動画っていうのを前出したんですけど、それでも言ったんですけども、私が癖としてね、右が被る癖が治らなかったんですよ。右肩がこう、前に出ちゃう。 右肩をこう被せる。右肘が出ちゃうっていうね。そうやってね、ねあの、なる癖をどうやって直すかっていうと、アドレス、このアドレスをやると、こう、前腕のこう向きがまっすぐになって、あの、肩がまっすぐ,ぐ構えられますよと。まあ、私のようにね、そういう癖のある方ってあ、もしかしたらいると思うんですけども、足はまっすぐ構えてるんですよね。だけど、右肩が突っ込んでしまって、 肩の向きはちょっと左向いてるみたいなね。足と肩の向きが全然違うと。全然もう自分では気づかないです。まっすぐ構えてるつもりなのでね。だけど他の人がね、旗から見てるとずいぶん右肩が突っ込んでるよと言われたのでびっくりしたんですけど。まあそのまま打つと、そのまま肩の向きの方向に左に打ち出しちゃうんですよね。そこから泥かかっちゃうんで、余計左行っちゃうんですよ。あれなんで今日左行くんかなって。 まあそれはちゃんと打っているからその向きに行っちゃうんですけどもね。それ以外ゆえの引っ掛けなんですけども。それを直すためには、こういうアドレスからこう肘の向きを気をつけて握ると、それが治りやすいですよと。肩の向き、前腕の方向がね、一致しやすいですよっていうことで、だったんですよね。それと、この右肘が体から外れちゃう人バックスイングでね。 外れちゃうとおかしくなっちゃうよっていうふうに言ってたので、まあ、プロは離れないよね。なるべくこう離れないように注意が必要だなっていうふうにも思いましたね。ちょっと外れちゃう人はね、手でひょいっと上げちゃう人は外れやすいのでね、体の回転をしっかり、あの、意識して、手でひょいっと上げないでね、しっかりと体を捻転させるっていうのは重要だなと思いました。で、トップでね、 クラブを倒すっていうのはね、惰性でなるんで、勝手になっちゃうんで、自分でやれない、やらないようにしてくださいというふうに言ってました。構えがちゃんとしててね、バックスイングを少しこう左に回す感じで上げていく、そういうイメージで上げていくと、あの、右の腕がこう絞り込んで構えていますかね、最初からね。肘をこう胸につけて、肘の裏側をこう前に見せる感じで構えてると、 あの、絞り込んでるんで、バックスイング、こう、左にキューッと回すイメージで上げようとすると、元に戻ろうとする動きに勝手になるんで、勝手にクラブ倒れるんですよね。まあ、それを、こう、意識しなくてもできるように練習するという感じで言ってましたね。ある高さまで来ちゃうと、その体勢、あの、構えからね、左にキューッとねじるような、 上げ方をしていくと苦しいから自然とオンプレに乗るんだよって言ってましたね。あれこれスイング中にね、一瞬のスイングであれこれ考えるの難しいのでね、まあ自然にできるようにあの練習するっていうことですけども、まあそうするとこう切り返しから、こうインサイドからこうクラブが入ってくるよという感じですね。トップでクラブ寝るのはこう自分でやるんじゃなくてね、この動きだと。まあそれと、あの、 左手で押してあげるようなこうバックスイングの取り方、動きがすごくいいですよと。まあ、左手で押すっていうと、まあ、左手で押してあげて、こう、右手でキャッチさせる。先に、あの、右手で押してあげて、右手はこう、添えるだけでね。右手でキュッと押してあげて、その押した状態から、こう、クラブを右手でスッとキャッチして、 くっていう練習をしてましたね。まあ、これがなかなかね、できないんですよね。止まらないでフラフラしちゃうんですけど。ね、ご覧の通り。はい。まあ、キャッチするときは、右手の親指でキャッチしちゃダメだよと言ってましたね。だから、右手はもう、クラブから離してもいいぐらい。ぐらいに、こう、なんていうのかな。右手を、右手の親指をこう離してもこう握れてるような状態ね。 中指、薬指ぐらいでもう、あの、全然持てるぐらいの、あの、状態にしとかないと、親指で握ってるようじゃダメだよと、うん、言ってましたね。これね、ふらふらしちゃって難しいですよね。なかなか難しい練習が必要ですよね。まあ、右手は後方に向かってね、パワーを、パワーを出してる感じにしとかないと、ふらふらしちゃうよ。まあ、オーバースイングになっちゃったりね、あの、するよっていうふうに言ってましたね。 いやあ、なかなかね、まあ一変にはできないからもう少しずつ覚えていくしかないんですけどね。練習していくしかないんですけど。で、バックスイングでね、よくあの、左肘が曲がってかっこ悪いっていうのが昔からあったんですよ。左肘曲がるバックスイングってかっこ悪いじゃないですか。 で無理やり肘伸ばしてたんですけど、これ肘ま、曲がらないように、あの、肘ピンと伸ばすプロみたいなかっこいいバックスイングって、わざとやるわけじゃなくて、あれはわざとやってんじゃないんですよね。あの、左肘を伸ばそうっていうふうにバックスイング上げてるんじゃないんですって。ね、まあこういうスイングにすると、勝手に肘、肘がね、あの、手元が遠くなるんで、勝手に肘が曲がらないで、ピンと伸びてる感じになるだけなんだそうですね。 かっこいいから左肘伸ばしてるわけじゃないんだそうですね。はい。まあなかなかね、すぐにはできないかもしれないんですけどね。こういったこう一つ一つのことが自然にできるようになってくるとね、あのかっこいいスイングになっていくかもしれないのでね、私と一緒にこう、ぜひ練習ね、頑張っていってほしいなと思います。まあこのチャンネルのね、アイコンがあると思うんですけど、そのアイコンをクリックすると、例えば本で言う見出しみたいなのが出てくるんですよ。 あの動画の内容ごとにまとめてありますのでね、あの気になる動画、内容がありましたらそちらも見ていただけると嬉しいですね。ゴルフの試合の結果を解説してるのは週末はメインになりますけども、100のためのこうレッスン動画を自分で見てみてね、自分でやってみた動画ですね。あとはラウンドしてる様子とか、 あとね、やっぱり一番人気って言うと、しぶこちゃんなのでね、しぶのひなこちゃんの最新情報を載せてたり、あとプロテストのこととかね、あと雑談ネタに使えるゴルフの豆知識みたいなのも載せてますんで、よかったらついでに見ていっていただけたらと思いますね。後で見ようかなっていう方はね、今時間ないから後で見ようかなっていう方は、あの、動画、あれどこ行っちゃったんかなということにならないようにね、チャンネル登録しておいていただければと思います。 ではまた。<music>